しゅんちゃんさん電波弱いから店の前でやれ。いやもうほぼ店の前なんだけど、これほぼ店の前なんだけど、さっきファミマでやってたけど全然繋がんなくて、隣のローソン来てローソンの真ん前なんだわ今よ。店員がジロジロ見て鬱陶しいわ。もうしゅんちゃんさん車内から出なさい。金ねえわ。車内から出たら寒いだろうがよ。店員心。車内から出たら寒いだろうがよ。なんでクソ事務所会社にワイファイないんだよ。マジンさん、ゲーセンならワイファイあるんじゃないの。ゲーセンワイファイあるの、マジで。ゲーセン行く。それでゲーセン入道するつもりでしょ。そういうそんな手には乗りませんからね。どうせお金ないんだから。どうせお金ないんだから。しゅんちゃんさんって家賃は払った？払ってねえわ。どうやって払うんだよ。あ、そういえば最後に買ったテレボートどうなったか見てみよう。バンブーさんカラオケにも Wi-Fi ある。マジンさん得意の氷室京介歌おう。得意じゃねえだろ。しゅんちゃん三号をひろみ歌って。あれ暗証番号がわからないわ。バンブーさん事務所なら配信できるね。シーターさん京都で善逸が号泣してるから助けに行ってあげて。京都は遠いな。京都は遠いな。あれ暗証番号、暗証番号、しゅんちゃんさん火薬引退したよ。あ、引退した、やっと引退した。なかったね火薬も、だいぶ引っ張ったな。暗証番号わかんないわ。暗証番号、マイメロディーさん火薬を救いたい枠しよう。マジンさん善逸のところにパンコも向かってるから売名になるぞ。半角数字、半角数字、あれ何番だったっけ。はあ、ログインできねえわ。雑談たぬきにいっぱい書かれてみたいな。バンブーさん善逸怒ってるから助けに行こう。いや遠いだろ京都とかよ。
ジンさん早く遊ぼうよ。シュンちゃんさん、エルマルちゃんと付き合おう。エルマルちゃんつけてくれないかね、マジで。エルマルちゃんつけてくれへんかな。ももちゃんの介護感でなかなか。マイメロリーさん、エルマルちゃんかで Wi-Fi 借りよう。あ、そうやな、エルマルちゃんの家で Wi-Fi 借りようか。ももちゃんを飯山ほど食わして、ブックブクに取らして、ボッコボコにしたのがエルマルちゃんやろ。身長もでかそうやしな、縦にも横にもでかいだろあれ、やばいな。あんなそれは配信者としか付き合わねえわあれ、うん、一般世間から隔離されてる。原型ないや、原型ないよ、原型ないよ。ちょっと若いっていうだけやろあれ、うん、やばない。マジンさん、小島るに改名しろ。しゅんちゃんさん、エミタンは、それいいわ、もうそれマジでいい。自演で地投げしてね、もんちゃんにもチクリチクリ言われながらね、しかもピザ2枚でウーバーで頼んで、ね、それを食べようというね、ぬちゃぬちゃ配信なんてね、そんなしたくないわ。しゅんちゃんさん、よく見てるね。マジンさん、ピザ2枚ウーバーで頼もう。バンブーさん、おじちゃんウーバーで持って行こうよ。マイメロリーさん、ウーバーのタクシー初回無料だから、それで行こう。いや、全部が全部無料なわけないでしょ、そんなの。そんなことしてたらウーバー潰れるわ。人の配信とか全然見てないかわかんないけど、ピザ食った手をね、床で拭いたりしたらいけないんですよ、ね、ピザ食べた手を床で拭いたらダメ、床で拭いたらダメ、ピザを二口で食べたらダメ。30超えたババアがね、一人で4000分のピザ食べちゃダメ。どっからウーパールーパー出てきたんや。ぬちゃぬちゃピザ食べたらダメ。たぬき一号さん、もしかして今勃起してます。なんで勃起するんだよ、おかしいだろ。どこで勃起する、どこにどう勃起する要素があったんだよ今よ。しゅんちゃんさん、今枠してるからコメントしに行け。ピザ代あるならお金返してって売ってみる。バンブーさん、火薬競馬で3万買ったみたいだからとつ行こう。マジで羨ましいね、3万も買って。マイメロリーさん、焼肉をおごってもらおう。お前な、焼肉一応加点おごってもらうの忘れてるわ。たぬき2号さんや、ほえるまるだお。エルマルが来るわけねえだろよ、ここには。しゅんちゃんさん、本人来た。来るわけねえだろうがよ、本人がよ。マイメロリーさん、本人だお。来ねえよ絶対に。たぬき1号さん、顔出ししてないとやっぱり千鳥の大吾を想像してしまうよ。どういう意味なの、 なんでわしが千鳥の大吾なんじゃ。たぬき3号さん、ヤッホー、朝比奈エミリだよ。いやそれもいらんわ別に。今ピザ食ってるだろうがよ、一人でよ。一人で3人分のピザ、ねちゃにねちゃにちゃ言いながら食ってるだろうよ。人の配信見てる余裕ねえだろうよ。マイメロリーさん、リスナー側からは見えるけど配信側から見えないのか。バンブーさん、本人だ。こんばんは。たぬき1号さん、こんばんは。関慎吾です。
リーさん、とうとう大手も来るようになったね。たぬき4号サンタの間合い、ご隠居だよ。魔人さん、さすが郡山プロ。ご隠居なんて自分のことしか考えてない人間が人の枠行くわけねえだろ、これ。たぬき3号さん、神戸牛美味しかったね。ちんちんいじくったらおったったね。立ってねえだろうがよ。1ミリも立ってなかっただろうがよ。てめえくせえからよ、マジでよ。たぬき1号さん、こんばんは。なんでこんな時に佐野が来るんだよ。おかしいだろ。どっちの佐野なんだよ。佐野ちなのかよ、うなちゃんマンなのかよ。どっちかわかんねえわ。たぬき5号さん、ゆいがパイセンだよ。たぬき2号さん、どうもペ4順だお。どっからペ4順が出てきたんだよ。たぬき1号さん、 KP。 KP、 あの KP なんだよ。たぬき3号さん、こんばんは、安倍総理だよ。金ねえわ。これどうすんの、こんなに金なくて。たぬき1号さん、あなたが大金持ちだということはみんな知っています。持ってねえわ。たぬき2号さん、うんこ漏らせ。なんでうんこ漏らすんだよ、関係ねえだろ。たぬき3号さん、速報、もうお腹いっぱいになった模様。マジで。マイメロリーさん、ガリガリ君大ちょうだい。ガリガリ君いらねえわ、別に。魔人さん、メガホンをプレゼントしました。バンブーさん、メガホンをプレゼントしました。メガホンで食えねえだろ、だからよ。シュンちゃんさん、メガホンをプレゼントしました。魔人さん、ドンチキ。マイメロリーさん、メガホンをプレゼントしました。たぬき1号さん、残高8000万円記帳されてる通帳見せてたくせに。どこに8000万円なんかあったんだよ。1億は3等分しただろうがよ、ちゃんとよ。しゅんちゃんさん、にゃにゃにゃいす。にゃいす。にゃいす。うちマックすごいよね。来た人全員がいつものメンバーで、来た人全員がなかなか離れないからね。やばくない？どんだけ暇なんだよ。マイメロリーさん、ここの貧乏リスナーにガリガリ君見せびらかして食べようよ。ガリガリ君見せびらかしても寒いだけだろうよ。口の中いっぱい切るから嫌なの。魔人さん、リッチなガリガリ君食べよう。バンブーさん、ソフトクリームでもいいよ。魔人さん、リッチな気分になるよ。気分だけだろうがよ。マイメロリーさん、ガリガリ君リッチは庶民は食べれないよ。食べれないよね。
しゅんちゃんさんさすがレクサスユーザー。もうレクサスねえだろうよ。たぬき1号さん初見。いいよね、ピザ食うだけで配信盛り上がってよ。魔人さん仕事終わったの？仕事中だわ。しゅんちゃんさんコメントしろよ。なんてコメントするんだよ。ピザ代あるならお金返してもらえませんかっていう。ピザ代あるなら金返せっつうの。魔人さんピザって誰の話？朝比奈。しゅんちゃんさん、うん。わかんないです。バンブーさん同情するならガリガリ君くれてゲンを。ちょっと配信見てみるかじゃ。マイメロリーさん去年はリッチだったのにね。去年はね。魔人さんピザの具だけ食べに行こう。あれ配信いないんだけど。あおった。これか。配信見れないわ。しゅんちゃんさん便乗してピザ頼もう。なんでピザ頼むんだ、おかしいだろ。Wi-Fi 繋がらないんだけど。ローソン Wi-Fi 繋がらないんだけど。どういうことなんだよ。マイメロリーさん本社にクレーム。魔人さんサイドメニューからサラダを頼もう。ドコモが Wi-Fi 拾わないわ。バンブーさん食い方汚いよ、かわちゃん。マジで？ドコモが Wi-Fi 拾わないか見れないわ。魔人さん米してやれ。だから見れないってば今。なんで繋がんないのこれ。魔人さん朝比奈って今何歳なん？32、3ぐらいじゃないですか。嫁と同い年らしいから。Wi-Fi 繋がらないんですけど。タニア。しゅんちゃんさん猫ちゃん寝てるよ。マイメロリーさんでも宅配したピザまずそう。魔人さんツタヤに Wi-Fi あるよ。ツタヤに Wi-Fi ある？ツタヤ Wi-Fi まで行く、ワープする。
魔人さん、スタバとかマクドにも Wi-Fi あるよ。しゅんちゃんさん、猫ちゃん起きた。マイメロリーさん、グラコロのコロッケ抜き食べよ。バンブーさん、カワちゃんミオなんて飲んでるよ。マジンさん、グラコロ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 。バンブーさん、グラコロのソフトクリーム入りたのもう。マイメロリーさん、韓国籍だから毎回片足立ててるのかな。あ、そうなの。韓国籍の方は片足立てるの。もうどこも繋がんねえわマジでよ。あ、来た。ローソン Wi-Fi 拾った。あの車がローソン Wi-Fi 拾ってたんやな。しゅんちゃんさん、コメントするにだ。昨日 au 払ったって言ってたじゃん。 au は払ったけどパケシはしてるでしょうよ。パケ買ってないんだから。よし、ローソン Wi-Fi 繋がった。あれ、繋がらないんだけどマジでよ。マイメロリーさん、お酒飲むの直瓶なんて W グラスに入れるってわからないのかな。もうどんだけローソン Wi-Fi 拾っちゃきり拾っちゃきりするんだよ。クソどこもだよ。保存済みじゃねえわ、つなげよちゃんとよ。バンブーさん、床にゴミ落ちてるね。川ちゃん、しゅんちゃんさん、注意するにだ。だからローソン Wi-Fi が繋がらないって、さっきから自分で配信するので精一杯だわ。人の枠見れないわ本当に。マイメロリーさん、ウーロン茶の紙パックも落ちてるにだ。
魔人さん、ピザは冷ましてから食べるタイプなのかな。全然 Wi-Fi も。しゅんちゃんさん、なんでベッドあんなに高さあるのか聞くにだ。ローソンフリー Wi-Fi 全然繋がらないんだけど、なんなんだよクソどこもよ。バンブーさん、コンビニの Wi-Fi なんてそんなもんだよ。魔人さん、素直にお金払ってギガ買おうよ。ギガ代ください。タヌキ3号さん、 Wi-Fi 繋がらないゲーは火薬のパクリですか。ちげーわ、火薬は家だろよ、こっちはコンビニだわ。クソだよマジでよ、ゴミ Wi-Fi だよ。魔人さん、昼間ジャグってたじゃん。じゃこれ負けたよ。お金ないのもう全然。もう繋がらないんだけど、クソ Wi-Fi よ、クソローソンがよ、潰れろよクソローソン。